どうも、わたくわです。今回の動画は、こちらのね、クワガタの紹介と、産卵セットのね、動画になります。こちらのクワガタは、ウッドフォードネブトクワガタっていう名前の、ネブトクワガタの仲間のクワガタです。先日、4月29日に横浜で開催された、クワタっていうクワガタカブトムシのね、即売会のイベントで、ワイルドプライドさんが、野外品のウッドフォードネブトを入荷されてて、それをね、ちょっと今回ね、購入しちゃいました。一応ね、メスもいるんですけど、こんな感じですね。やっぱりね、ネブトクワガタの仲間なんで、結構ね、まあサイズはそんなにないんですけど、これ大体ね、オスが、まだサイズ測ってないんで、今測ってみましょうか。このくらい、大体 33.2mm くらい。ネブトにしてはね、まあ中型から大型って言ってもいいんじゃないかなっていうサイズ帯のネブトクワガタになります。なんて言うんですかね、丸っこい。横にね、幅広い形をしてるネブトクワガタで、顎はね、そんなにスラッとは伸びない。どちらかというとね、太短いような感じですね。こちら産地がソロモン諸島のラノンガ島ですね。ウッドフォードネブト自体は、ソロモン諸島にね、結構広く生息しているネブトクワガタなんですけど、現地ではね、そこまで個体数は多くない。大図鑑によると、レア度星3つ、やや少ないっていうね、ネブトクワガタになります。一応ね、飼育レコードは2020年に 42.2mm っていう記録があるんですけど、野外レコードはね、40mm ジャストだそうです。飼育方法については、まあ、他のね、ネブトクワガタとあんまりね、変わらないような、そこまでね、癖がないようなネブトクワガタなんで、まあ、国産のネブトクワガタを飼育するような感覚で、まあ、今回もね、飼育していこうかなと思います。以前ね、動画にした同じね、ソロモン諸島に生息しているマラパネブトクワガタっていうのもいるんですけど、おそらくはね、このウッドフォードネブトはマラパネブトと同じような飼育方法で類代ね、いけるんじゃないかなと思います。今回ね、もうとっても貴重な野外品ということでちょっとね、購入しちゃったんですけど、ネブトクワガタの野外品ってあんまりね、産みづらい。飼育してると、活動開始した個体をペアリングさせて、すぐね、産卵セットに入れると、結構ね、産卵してくれるような種類だと思うんですけど、野外品となるとね、もう採取された段階で、卵ね、産み切っちゃってるっていう可能性が結構あるみたいなんで、ちょっとね、このメスから卵取れるかどうかっていうのは、ちょっとギャンブルになるとは思うんですけど、うまくいけばね、いっぱい産んでくれる種類だと思うので、まあ、今回ね、しっかり産卵セット組んで、やっていきたいと思います。ちなみに管理温度については、ソロモン諸島の昆虫なんで、そこまでね、低温にする必要がないというか、ソロモン諸島って年間通してね、結構気温が高い。低くてもやっぱり20度前後っていうようなね、環境だと思いますので、夏場もね、そこまで冷やす必要がない虫っていうイメージではあるんですけど、ただね、飼育レコードの記事を見る限りだと、42.2mm を出された方は、幼虫のね、管理温度っていうのが17度前後で管理して、幼虫期間をね、11ヶ月引っ張ってっていうことをやってたので、とりあえず産卵セット自体は、まあ、22度、23度くらいで管理するんですけど、うまく幼虫が取れたら、できる限りね、低温で管理していこうかなとも思ってます。それじゃあね、早速産卵セットを組んでいきましょう。それではね、産卵セットを組んでいきたいと思います。まあ、今回組む産卵セットは、まず容器はこちら。これね、2200ml くらいの、クリアボトルですね。今回はこのクリアボトルで産卵セットね、組んでみようと思います。まあ、結構ね、そのネブトクワガタって、メス自体もちっちゃいですし、狭い空間でもうまく産卵するとね、3桁とか本当にね、いっぱい産卵するんで、今回はこのくらいの容量で十分なんじゃないかなというところで、ボトル産卵やっていきたいと思います。で、マットは、これはね、もう RTN さんの U マットを使います。N マットでもいいんですけど、ちょっとね、今我が家 U マットしかなかったんで、これだけでいこうかなと思います。じゃあね、マットを開けていきましょう。ネブトクワガタの仲間は、このね、RTN さんの N マットとか U マットとかがあれば、産んでくれる種類ね、すごい多いんで、そんなにね、癖のないネブトは、うちはもう全部同じような方法で産卵させちゃってますね。ここに大体まあ水分、そうですね、300ml 入れちゃいましょう。ネブトの産卵セットに本当に水分多めですね。ギュッと握った時に、水分がね、ちょっと滴るか滴らないかくらいのギリギリの水分量で、やると結構ね、産んでくれるイメージですね。これがね、水分本当に多すぎちゃうと、マットが腐っちゃうっていうか、産卵セット組んだ後に、マットがね、オレンジ色に変色しちゃうんですよね。ちょっとだけ変色するくらいだったら、まあギリセーフなんですけど、
これがもうケース全体が変色しちゃうみたいな、変な匂いがしちゃうみたいな状態になると、それね水分入れすぎなんで、そこまではいかないくらい程よい水分量を入れてあげるといいですね。今これマット5リットルに対して水をね 300ml 今ちょっと最初に入れたんですけど、多分ねこれ今ちょうどいい感じですかね。これ今マットをこう握ってグッと握って、この音ちょっと水っぽい音するじゃないですか。これ多分ねギュッて握っても今水分滴らないんですけど、このくらいでも水分量あればいいんじゃないかな。もう一声いきましょうか。もう100ミリリットル、ちょっと入れすぎたかな。意外とこのくらいですよね、水分量っつったら。こういう音がするくらい。これグッと絞るとちょっとねすごい見にくいんですけど、水が今一滴滴るくらいの、そのくらいの水分量。これでねマットのね水分量の調節は OK になります。じゃあねケースに、このボトルにマットをね詰めていくんですけど、寝ぶとクワガタはね我が家は固く詰めないように心がけています。ただちょっとね今回のウッドフォード初めてなんで、一応ね底2センチくらいだけある程度固めにちょっと手で押してあげましょうか。底の方だけですね。基本的にね、ネブと今までやった経験で言うと全くね詰める必要はないんですけど、ちょっとね一応念のため底の方だけ固めに詰めて、上はねもうこうサラサラ入れてあげる感じですね。こんな感じですね。もうこっからここはマットをね緩く入れただけです。今まではこれネブとクワガタのサウナセットってあんまりねゼリーを入れてこなかったんですよね。ただなんか最近出たビークワのネブとクワガタ特集号で、外国産ネブとクワガタの飼育の記事があって、そこではね産卵セットゼリーはいっぱい入れた方がいいみたいなこと書いてあったんで、ちょっとね今回はそれに従ってしっかりねゼリーもいっぱい入れていこうかなと思います。どうやらねなんかゼリーを食べることによって産卵スイッチが入ったりとか、産卵セットの中をなんて言うんですかね、ゼリーを散らかして、その散らかしたところに産卵したりとか、なんかそういう意味合いがあるみたいで、一応ね実験も兼ねてゼリーをこんな感じで、転倒防止の意味も兼ねてね、これでね産卵セット今回は行ってみたいと思います。それではねこちらの産卵セットにこのねウッドフォードネブトクワガタのメスをね、今回はまあペアいるんですけどメス単でもう投入していこうかなと思います。こんな感じですね。一応ねこのメスは現地ではねバナナの木がグズグズに腐ってるところに集まっているっていう話をね聞いたんで、おそらくはねもうしっかり活動開始してて、もう交尾もね済んでいると思うので、今回はこんな感じでねメス単だけで産卵セットに行きたいと思います。これで締めていきましょう。はい、という感じで、ね、まあ、今回はこちらのねウッドフォードネブトクワガタの紹介とね産卵セットの動画になりました。貴重なね野外産なんで、まあ、なんとかね類大成功してほしいんですけど、野外品のね産卵は、まあ、運がないとね全然産んでくれないっていうことも結構あるんで、あとは本当にね祈るだけですね。産卵セットはまあこの状態でだいたい22度23度くらいの環境で放置して、うまくね産卵開始してれば、このケースの側面からなんていうんですかね、丸い行動ができたりとか、運が良ければね卵とか幼虫が1ヶ月以内に見え始めたりするんで、ちょっとねそれを待って、あとはねそっと置いておこうかなと思います。まあね、そうですね、幼虫が取れた暁にはしっかりねサイズを目指してね飼育していきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。またね次の動画もよろしくお願いします。失礼します。ウッドフォード。